楽楽ししみみですズボンとあとは T シャツ買いましたあそうプレゼントでいくつかもらってるやつをも,もちろん着てます そうロング T シャツミルクフェドのロング T シャツ買いましたダンスバリバリに踊れそうですかまああれを着てれば <laughs> あれを着て立ってれば多分うん <laughs> あのそうね動いちゃうとダメなやつ <laughs> そう買い物久しぶりにしましたねそう楽しかった <laughs> 楽しかったよん <laughs> さっき暖房ね初めてそう初めて今年になって初めて。 暖房をヘアつけたんですよだからね嬉しいの <laughs> あったかい,あったか,いあったかくなり始めてます、ね、だから暖房の音が聞こえるかもしれません <laughs> そうなんか極力エアコンとか暖房とかあんまり使いたくなくて我慢してたんですけどさすがに無理でした <laughs> 今年はサンタさんに任天堂スイッチお願いするつもりです楽しみーもふもふほっわ人来てくれたありがとうございます嬉しい 笑い方がマジトムさんだって <laughs> 本当<に>。ほんとにスマブラかええー、でも欲しいポケモンとスプラトゥーンとトムが太鼓の立ち位にを持っててから良くてうんでもスマブラ WE でやってたので欲しいですね。<laughs> あ、インスタ見た。あ、ありがとうございます。そう。インスタ。スマブラ大会します。えー、楽しそう。いいな。やってたのよく。なんか、いとことかと集まるときにやってました。スマブラ。私はいつもピットくん使ってます。ピットくんとアイスクライマー。あの、双子、双子で、二人で一つのやつ。あと、ポケモントレーナー使ってたんですけど、その三、 子が多かったんですけどポケモントレーナーはポケモンの買い方が分からなくて <laughs> いつも一人でなんか知らない間に下に落ちてたりしてた肉球あインスタグラムインスタグラムありがとうございます見てねもあのそう フォロワー1万人目指してますインスタグラム今8000人慣れ,た慣れて1万人目指してます劇場のポケモン今月まだ生で見てないあら明日のサンス公園キャンバチでハイトだから行くよおっぜひ皆さん劇場のポケモン劇場のポケモン,劇場,ケモン劇場のポケモン見に来てください <laughs> 非常大好き青木公園立ってよあっ千秋楽待ってます今週シュガーラッシュこうあーねそうなんですよシュガーラッシュ本当に大好きな映画はいそれが2話目 2? みたいな感じですよね楽しみこれ固定できないかな固定しよう 楽しみ映画最近本当にいろんな映画が見たくて見たくて楽しみスマホのやつもまだ私見れてないんですよすごい面白いって聞いてすごい見たいです 一番好きなタピオカ屋さんは何ですかうんなんだろうでもん茶バーが美味しいです茶バーが茶バーっていうところがあるパールレディの系列の茶バーっていうタピオカ屋さんがあるんですけどそれがなんていうんだろうすごいね他のタピオカ屋さんと比べてお値段が安いんですけどでもすごいね美味しいの なんか種類もたくさんあってタピオカも黒糖とかちっちゃい粒とか大きな粒選べてホットもマイルドホットっていう熱すぎないホットがあってすごく美味しいですあとはうん原宿にある野ならパールっていうタピオカ屋さんがね美味しいですあのいつかやってたニャンニャンマーケットの 隣にあって今もタピオカ屋さんは続いてるんですけどそれがねすごい美味しい <laughs> あとね今日ねまきほさんからもらったタピオカが美味しかったハイ、はい、茶っていうのかなすごい美味しかったゴンチャも美味しいよね王道って感じ 皆さんも私私の知らないタピオカはまだきっといっぱいあると思うので <laughs> すごいなんかポケモンみたいだけどそう私の知らないタピオカがいっぱいあると思うのでぜひ教えてください皆さん私も知らないポケモンがまだいっぱいみたいな感じそうマキホさんがマキちゃんって呼んでって言ってくれてでもだんだんなんか まきほさんとまきちゃんが混ざっちゃう <laughs>。 ね、そう、ま、なみさんのタピオカすごい詳しいですよねお話聞きたいっ濃い濃いっていうタピオカ屋さんが美味しいらしいメモメモ <laughs> マキさんはマキちゃんは <laughs> マキさん真木ちゃんは私の一個年下 なんですけどでもすごい大人っぽくてすごい可愛くてすごい背高くてスタイル良くてうらやましいですなんか本当に大人っぽくて年上な感じがしちゃいます高校2年生に見えなくないですかすごい可愛い,いあタワーだ名前が。 お名前が佐藤佐藤みなみあっレモンダンさんありがとうございますみなみのファンの人だみなみみなみさとみなみあ美しいみレモンダンさんありがとうございますさとみなみ

先週,先週楽じゃないリバイバル公演ハロウィンの時の公演のリハでユニットをみんなで見てたんですよで「グーの音、ね」を踊っててそれをみんなで全力コールしました <laughs> 楽しかった「みーなみーみーなみー」 今日もかわいい汚りの写真ありがとうタイヤーあっかわいいのでおつとあけしました <laughs> あまたタワーがあさっきの方だ美しい波あっとレモンダンスさん <laughs> 覚えたありがとうございます2本目嬉しいありがとうございますありがとう おりんちゃんはじめましてはじめまして二 <laughs> 度目ましてがありますようにお兄ちゃんイケビ紅白はどうなったねどうなったんだろうそう私はいけてないのでわからないんですけどどうなるんだろうあ十15分経過したって <laughs> テロップが出てきましてこれが確か5分間続くんですよ昨日覚えました <laughs> 赤組がかったらしいですよ。初めまして。初めましてじゃないじゃん <laughs>。そういうのよくないよ。二十一時五十分。 赤組を応援してた皆さんおめでとうございます今日メイク薄いなんか朝メイク朝に本当に適当にメイクしてからそれで一日過ごしてたので多分ね取れてる取れてるし薄いかもしれないさっきリップだけパパッと塗りました <laughs> そうリップ塗って ごまかしてますなんかリップ塗っとけばなんとかなるかなって思っちゃうダメ <laughs> だ,めだ今日女子力上げたのにこういう発言すると女子力ないくなっちゃう「おそく見える」だって。 ツインテール大好きですおー嬉しい明日と明後日の髪型何にしようかな考えよう何がいいかな 髪型っていつも迷っちゃうサインドポニーはこの間アンナさん公演でやってアンナさん公演には向いてないなって思ったので <laughs> そう海外ドラマ見てたらアイライン引いてればなんとかなるって言ってたよあ 確かにアイライン大事確かに大事かも目が大きく見えるお兄ちゃんの「僕だけのバリュー」好きえー嬉しいですそう私ね「僕だけのバリュー」本当に好きな曲で今のあの LINELINE の曲設定できるじゃないですかそれがね「僕だけのバリュー」なんですよ結構前からいつぐらいからだろう5ヶ月とか前ぐらいからずっと「僕だけのバリュー」 君がいいどんな世界中の美女たちより比べられないくらい伝わるだろうかせない僕のこの気持ち ナットエ演じる生でききたい。ああ待ってます。そうぜひ皆さんの参考へ待ってます。 怪我心ああね青木さん公演ももう多分当落が出始めてるのかな是非当たった方は楽しんで当てられなかった方はオンデマンドとかロビーとかで一緒に最後を見てくださると嬉しいです本当にたくさんの方に愛されるような公演に最後まで慣れていたらいいなって思いますし怪我心も 多分もうないと思うのでぜひ皆さん目に焼き付けてください。<laughs> 今まででで一番パワーアップしたたもの見せたいですとか言ってどうしよう転んだりしたら <laughs> 時々ねここのなんて言うんだっけヘッドセットとかがね取れちゃったりするんですよダンス曲だから。 気をつけよう <laughs> じゃあそろそろ10時にもなるのでランキングを読んで配信を終わりたいと思いますそうマンモスのトラウマがあるので私にスリ <laughs> でこけるっていうじゃあ読みますね13位アロッカさんありがとうございます十二位 12位はさサギョルサギョルトムバさんありがとうございますサランヒヨありがとうってなんて言うんだろうサランヒヨ11位タケルさんありがとうございますあカムスハムニダだカムスハムニダ11位タケルさんイクラありがとうございます10位ツンデンアット

7位、チャウチャウさんありがとうございます。あ8位がヒゲ隊長さんありがとうございます。で、6位がボイさんありがとうございます。で、うーんと、5位が、あれ、ランキング変わった ?5 位、サギョルトムバさんありがとうございます。4位、クリストファー・オリンさんありがとうございます。3位、ヘ 君と、共平、あっと、君と過ごす平成最後の冬さん、ありがとうございます。2位、つよつよさん、ありがとうございます。そして1位、佐藤、うちか美しい波、あっと、レモンダンさん、ありがとうございます。タワーも、2本、ありがとうございました。間に合ったよし。急な配信だったんですけど、見てくださった方、ありがとうございます。明日、明後日と、 公演が続くのでぜひオンデマンドとかで見てくださると嬉しいですじゃあそれではスクショタイムできるかなありがとうございましたおやすみなさいバイバイあと何分あるんだろうまだいける ご指令も興味持ってくださったらフォローしてくださると嬉しいですまだ,まだ2分あるまだ2分あるあと1分あと2分全然大丈夫だったじゃあ今から7五5やって終わりたいと思います メールはできるかな頑張る <laughs> ありがとうございましたバイバーイおやすみなさーい見てくれてありがとうございました